武功祠ら生徒武功祠ら生徒駅生徒武功祠らの一生徒武功祠らは中華人民共和国四川省生都市武功区にある指導。三国時代の諸区の上昇、諸葛亮やその主君、劉備などを祀る。諸葛亮を祀った武功祠らと呼ばれる指導は中国各地にあるが、その中でも有名なものの一つである。武功祠らの武功とは、 ただたけと、死亡された、諸葛亮を指し、彼を祀る霊廟を意味する。しかし、後世に、三国史や、三国史演技などで、諸葛亮以外の職官の武将や、家臣、さらに主君である諸の選手、劉備や後手、劉禅なども祀られるようになった。劉禅は、亡国の暗君とみなされたため、南宋の頃に廃止された。223年に、劉備の領母である。 恵みりが造営され、劉備の霊廟も造営された。青函のりたけは、武功祠を造営し、今の場所に移した。現在のような諸葛りと劉備を祀る霊廟に、整備されたのは、明朝の頃である。現在の遺構は、新朝の頃のものであり、聖都武功ほこら博物院として1961年に、中華人民共和国全国重点文物保護単位に、指定されている。 霊廟内には、関羽、張飛などの食刊の武将の素像が並び、奥に諸葛亮の素像や劉備の素像がある。いずれもが、後世の制作で、三国支援儀によって形成されたイメージに基づくものである。ありがとうございます。